どうもQです。お願いします。いや、俺ね、昔から一個だけ大きな夢があって。夢、俺甘いものが大好きで、もう特にシュークリームが大好きだから、もう本当に毎日食べても飽きないくらいシュークリームが好きだからね。だから将来的にシュークリームになりたいなと思って。は？いや、お前何言ってんだよ。人間がシュークリームになるなんてどんなに大変か分かってんのかよ。もちろん言いたいことは分かる。普通に考えたら人間がシュークリームになるなんて難しい、そうだよ。もちろんそれも分かった上で俺は、つまり皮膚をシュー生地にして体液をすべてカスタードクリームにしたいなと思って。なんでだよ、なんで食べられる側になりてえんだよ。だいたいそうなるためのちゃんとした方法とか知ってんのかよ。それはね、もう大丈夫。あ、実はね、俺の知り合いに一人エクレアになりたいやつがいるんだけど。エクレア？そいつちょっと贅沢だな。そいつはね、もう俺よりもちょっと先を行ってて、もうね、もう背中にチョコ塗って生活したりしてるんだ。順番おかしいだろ。まずシュー生地になるのが先じゃねえのかよ。シュークリームになる方法はそいつに聞けば大丈夫。大丈夫かよ。そいつもそれがわからねえから、せめて背中にチョコ塗って茶濁してんじゃねえのかよ。大丈夫。本当かよ。でもまだ問題はあるぞ。何？お前シュークリームって見たことあんのか？もちろんあるよ。シュークリームにしてはお前の体でかすぎるだろ。サイズの問題な。確かにシュークリームって大体1個これぐらいだろ。そうだよ、まさにこれぐらい。いや、お前がここだけシュークリームにしたいっていうなら俺もわかるよ。まあまあ、でもさすがにこのサイズのシュークリームはちょっと胃もたれちゃうよ。まあそれはね、ただひたすらこのサイズになるまでダイエット。ダイエット？まあ大体今俺が64キロあって、シュークリーム大体1個100グラムくらいだから、だからあと俺が63.9キロ落とせばこのサイズになる計算なんだ。何を言い出すかと思えばお前らダイエットなめんなよ。1キロ落とすのがどんなに大変か分かってんのかよ。それはね、もう頑張る。それにこのサイズになろうと思ったらどう考えても骨が邪魔だろ。骨な。それでも大丈夫な。実はね、俺の知り合いに一人マカロンになりたいやつがいる。おいおい、そいつ絶対ミーハーだろ。そいつはね、もう皮膚をピンク色に塗ったりして気持ち高めてるんだ。前の知り合いはなんで気持ちから変えようとすんだよ。そいつが言うには、骨はカルシウムで、カルシウムは牛乳だから、実は骨が一番クリームになりやすいから大丈夫らしい。もしかしてそいつエクレアのやつより賢いんじゃねえのか？そう、賢いんだよ。シュークリームのなり方も知ってんじゃねえのか？だからこれで問題は解決。ああ、いやでもまだ問題はあるぞ。何？お前がシュークリームになったとしてだ、うん、漫才するときどうすんの？何が？いやだから俺がここに立ってて、お前が横に置いてあって、まあ置いてあってで合ってるか分かんないけど、合ってる、合ってる。で、どうすんだよ。何が？センターマイクはどの高さにすればいいんだよ。センターマイクの高さね、うん、それでも大丈夫なの。実は俺の知り合いに一人フィナンシェになりたいやつ。なんだよ、さっきからお前の知り合い。
和菓子になりてえやついねえのかよ。そいつはね、もう軽くこんくらいのフィナンシェになってんの。なってんのかよ。上等じゃねえか。で、そいつなんつってんだ。あ、いや、こいつはね、もう喋れない。もうフィナンシェじゃねえかよ。でけえさ。だから、お前が漫才をしようと思ったらセンターマイクは自分の高さに合わせてもらって大丈夫。あ、もう俺は喋れなくなる。漫談になっちゃうよ。そうだから、お前には漫談を頑張ってもらいたい。どう、できそう？滑るぞ。ただ一個だけお願いがあるんだけど、できれば、できればお皿の上に置いてね。じゃあ俺がお皿になってやろうか。ん、どういうこと？ありがとうございました。